浦和レッズは8月14日、伊藤敦木のベルギー一部ヘントへの完全移籍を発表した。クラブの公式インスタグラムは同日、レッズで育った26歳 MF のジュニアユース時代から現在までの思い出の写真を投稿した。この投稿には、全部が素敵な写真、どんどんたくましくなっていきましたね。俺たちの厚き、ルヴァンカップの写真なける、大きく羽ばたけ。いつまでも大好き。 寂しいけど応援してます。などのコメントが寄せられた。